じゃあやっていきたいと思います。はい、しながら、やっていきたいと思います。ブログをラジオ配信しながらちょっとやっていきたいと思います。ちょっと初の試みなんでね、うまくいくかは分かりませんが、やっていきたいと思います。よいしょ。さあ、まず人がいるのか。朝早すぎるのかな、人がいないですね。ちょっとまあ、練習します。した頭でも勝てるかどうか、うまくぶよぶよが詰めるかどうかっていうのはね、本当にね、本当にどうなんやろ、本当に、なんやろ、本当にしか言ってないと本当に、あ、ミスター、うまいかどうかっていうのはね、試されるポイントだと思うんでね、ちょっとね、やっぱりね、やっていきたいと思うんですよね。はやっていきたいですね。ぷよぷよ、うまく言えないうまく言えてないんですけど、そうなんですよね。その頭が働いてない状態でいかに、できるかっていうのがねポイントだと思うんでね。これめちゃめちゃいいです。今ね、めちゃめちゃいい感じでね見てます。なかなかない感じ、そのお見せできないわけない。これいいですよ。2、3、4、5、6、あー黄色切れなかった。いや、もし消えたら7、8、9、10、11、もし消えてたら11まで行ってましたね。消えてたら消えてたらもしゃあないですけど、最近ハマってるのはね、こういきなり真下に戻してから連鎖を組み始めるってやり方にね、ハマってるね。これ結構ね、有効なんじゃないかな。そのびっくりするんじゃないかなって、こいつ弱いんかなって最初思ったんですね。やっぱり、今のブヨブヨ界、真下に戻す人ってあんまいないですよね。やっぱり最初はどっかから、左から右に寄せて戻す人ばっかりなんで、案外有効なんじゃないかなと思うんですよね。意外にありじゃないかなと最近思ってるんですけど、どうだろう。ここやな。であとあそこに青置けば OK。よいしょ。青町です。どうも。
してもあ消したらなかったしまったコマを消したらなかったな。ややこしいことしました、ややこしいことしましたね。どうしようかな、無理や、いか消すしかない。もったいない、なんかここに積んだのにやか消しちゃったよ。ぴょぴょ2人ながらラジオ撮って大丈夫なのかな、聞いてる人分からへんんですよねこれ。ちょっとぴょぴょはね、なかなかラジオ配信しながら難しいかなと思いました。何も伝わらない何も伝わらない気がしてきた。よかったのかな。よいしょ、これめちゃめちゃいいっす、これめちゃめちゃいいっすね。いや、めっちゃ繋がってる。いや、これは稀に見る、繋がってる連鎖ですね。ちょっとここは一旦消しつつ、これは来てると思うんですね。結構どうかな、これがぷよぷよ用語で、あの連鎖を、大きい連鎖ね、始めるときの言い方をね、発火っていうのね、火をつけるっていう意味で発火するっていうんですよね。でも分かんないですよね、そんな流れでも。でも別に連鎖を始めますって言った方が僕はいいと思うんですよね。なるべくそういう言い方を僕はしていきたいと思います。みんな分かる言い方をね、やっぱりしていきたいんで。プロその方がね、分かる、あのプロっぽいとか思う人もいるかもしれないんですけど、僕はそうは思わないんで。あ、これやばい、消える。消えちゃった。このね、ぴょんぴょん難しいところね、消したくないときに消してしまうときがあるっていうね。あ、やった、消えるわ。めっちゃ消えるわ。消えてくるのかな、ミスとかな、多分消えてくるのかな、ちょっと待ってくださいね。黄色消えた後、黄色消えた、この後、この後は消えてくれない気がする。系っていうね、特殊な形の連鎖になるんですけどね、難しいな。緑を置かなあかんのか、緑を置かなあかんですね。これでだから赤まで消えるはず。見とってくださいね。これ赤まで消えますよ。最後に今横一列消えましたよね、赤。このやり方を、最後消えるやり方を、なぜかあの弥生時代ってありましたよね。昔社会で習ったと思うんですけど、それが弥生型の消し方っていうんですよ。弥生時代の消し方っていうんですね。あんまり理由はよく分かってないですけど、多分あの地面がきれいにならされるような様を、弥生時代のように例えてるんじゃないかなと勝手に思ってます、はい、よいしょ、
本当にね、トイレでいつもやってるのもう狭いんですよね。あら、狭い。腰が痛い。でも、なんでトイレするかっていうとね、電気をつけるとね、カメラがうまく撮れないんですよね。だから、電気を消したトイレでやったらね、うまくクラブなので撮れるんでね、これ撮ってます。はい、いやさあ、対戦人がいるか。おっ、来た。まあ、マギさん、聞いたことある。マギさん、よく何回かしたことある人。何回かやったことある。アマチュア、僕、今、アマチュア2部なんですけども、格上のアマチュア1部の方が来てくれました。僕が画面左側の戦いです。勝です。今、勝負中です。激アツです。これはまずいな。よし、いい感じ。つながった。あーくそー、あと1手足らず。あと1手やったんやけどな。負けました負けました。あ、めっちゃミスってる。これミスってるな。めっちゃミスってるんですけど、もう頑張って戦うしかないんでね。向こうもね、なんか鍵組かな。だからそんなに多分、ね、聞いてる。よし、今1対1に持ち込みました。1対1に持ち込みました。さあ、3試合目は勝つぞ。これ勝ちたいですね。ちょっと初めてのね、そのピューピューで配信しながらの対戦を今してるんで、ちょっと頑張ってね、勝ちたいですね。あ、めちゃいい感じ、これ。これはめちゃめちゃいい感じです。冷静にちょっと連鎖伸ばしていきたいですね。向こうは多分ね、焦ってます、これ。とか、でも僕は打ちます。多分勝ちました。向こう全然詰めてないね、まだ。マイさん。画面右側の対戦相手、前さんはおそらく5連鎖ですかね。こちらは9連鎖になりました。どうやら無事勝つことができました。はい、9連鎖で勝利しました。よいしょ。さあ、で勝利。9連鎖で勝利しました。続いてまずラジオの方ちょっと抜けたいと思います。はい、ありがとうございました。ラジオは終わります。さすがにちょっと誰も来なかったので、ね、ラジオは抜けます。よいしょ。ちょっとね、初の試みとね、ラジオを撮りながらぷよぷよやるっていう、まあ、しゃべりを意識できるんでね、結構僕いいかなと思いましたね。はい、なかなかね、ぷよぷよ一人だって黙っちゃうんですよね。うん、だからしゃべりを意識、あ、また来ました来ました。マイさんですね。アマチュア一番の方、おお、リーグ昇格のチャンスなんですね。さっきでも僕に負けてましたよね。あ、負けてたらポイント上がるのかな。そうみたいですね。まあ、きっと頑張って、画面左側が僕です。向かって右側がマリさんという対戦相手の方になります。対戦相手の方は僕に勝つと、次、リーグが上がるということで、きっとすごい、気合が入ってらっしゃると思います。はい、ですが、そこを僕はちょっと、非常にも、打ち叩いていくというね、構図になっております。ぶち叩くっていうのは変な表現なんですけど、はい、とりあえず頑張って叩いていくって思うんですね。叩いていきたいと思います。ちょっと一回これ
きは手抜いてたんですかね。なんか全然組み方が先と違う。もうディフェンスはもうだいぶ大きいね。あ、くそー、緑が置きたかった、ここに。1戦目は負けちゃいました。あ、しかも全消し点です、2戦目。僕に勝って左側です。これ勝てたら勝ちたいんですけどね。全消し点ってまたね、結構ね、特殊なんですよね。この相手、あ、でもね、揺さぶりをかけられたんで、もう打ちました。もう今リセットですね。なんで、まあ、普通のノクープ対戦になってますね。よいしょ。ちょっと不利ですね。あそこは掘れない。よいしょ。ああ、見透かされていますね。ちょっと苦しいですね。向こうはちょっともう勝てるだろうという余裕すら感じますね。ちょっとここででも、まさかの3連鎖落ちます。絶対油断してましたね。さあ、3戦目。さあ、これでね、勝てれば、僕もね、別にダメージ。あ、ミスった。ちょっとなしです。よいしょ。これでね、僕もなんとかね、勝ちたいね、揺さぶりをかけつつ。よいしょ。いい感じですね、これは。いい感じと言ったものの、そこまで良くなかったな。あそこの紫に繋げられない、うまく。ああ、これはちょっと僕の負けですかね、今回は。負けた。まあ、この紫が、あそこの積み方が悪かったな。ああ、マユさんがついにプロディビジョンに上がっていった。いやー、ちょっとね、結構この方とね、長かったんですけど、アマチュアリーグでよく戦ってたんですけどね。先に上がっていかれてしまいました。ああ、おめでとうございます、マユさん。あ、プロディビジョン、さすが上がったマユさんが、さっからってまた出てきてくれました。パッチングしました。はい。いや、でもアマチュア一部はね、なかなかね、景気戦区やったんですけどね、プロディビジョンに上がるのはね、相当ですよ、本当に。画面左側が僕です。よいしょ。間違えた。ミスった。しかし、諦めずに行きたいと思います。結構諦めてます。ダメですね。ちゃんとしっかりやっていかんと。よいしょ。ここで、緑こう置いてた。こうやってた。んで、どうしようかな。よいしょ。よいしょ。この赤、いや、この赤がちょっと大変ですね。しまった、置き方悪かった、まずかったですね。1戦目は勝てない。1戦目がなかなか勝てないんですけどね、頑張ります。お、いい感じですね。こっちに行こう。今の判断僕多分良かった。これゴレする判断でしたね、今のは。ここに振るか。よいしょ。どうしようもない。そこに振るか。じわじわと振られてます。ちょっと揺さぶりをね、かけて、フォーボールで行くしかねえな。あ、しまった。本線発火になってしまった。あ、途中で止まってた。これ意外にいいかもしれない。よかった。意外に良かったですね。なんとか2戦目は勝ちました。
すみません、画面全然見えなかったですね、アイテムの方、はい、さあ、3戦目です。頑張ります。よいしょ。マニーさん油断してましたね、絶対上がっ、ね、プロディビジョンリーグに上がったばっかりのマニーさんに勝つことができましたね。どうでしょうかね。あ、また来た。いいですね、連戦させてもらえるのありがたいですね。マニーさんね、結構僕と多分強さが多分近いんでね、なんかメッセージとか送れたらね、いいんですけどね、ぜひいつこんなとこんでやりませんかみたいなね、やり取りができたらすごいいいんですけど、よいしょよいしょよいしょ。そんなにうまく詰めてない気がするんですよね。よいしょ、連鎖で入っとんのかな、これちょっともう打ちます。多分向こうそんなにうまく詰めてない気がするんでね。あ、でもちゃんと詰めとったのか、ちょっと早かったですね。今のはちょっと早かったですね、僕が、はい。うまく止めてなかったんで、ね、ついて行っちゃいましたね。よいしょ。最近結構いい感じでね、組み合ってきてね、自分でのなんですけど、はい、よいしょよいしょ。あとどうつなげようかな、この紫につなげればいいんだけど、できますね、これは。2列か、いけるかな。まだ来れる。よし。よし、いける。あー、そこの黄色で赤が金かったらきついかな。あー、いける、赤繋がってます。赤繋がってるんで、最後の赤繋がって、8連鎖。多分返せましたね、これ。ありがとうございます。よっしゃ、盛り返した。山根さんちょうどね、均衡してるんで、ね、もっとやって、ね、対戦やらせてもらえるとありがたいんですけどね。メッセージそういうの送れたらいいんですけどね。よいしょ。やりませんかみたいなね。うわ、ここで消えたらまずい。よいしょ。よいしょ。どうしようかな。そっちの消していきますかね。あ、この緑余計やったな、しまった。最後の1個緑系でもた緑が多分なんかそんなに 赤ハッカーとしたとしても4連鎖ぐらいと思うんでね、これは勝負が勝ったかな。そうですね、はい、この勝負をいただきました。ちょうどね、多分僕と結構実力が均衡してるんですよね、うん、うまくいくときといかんときみたいな感じで、ちょっとマイさんって人はね、うまくね、対戦もっとしていけたらなと思うんですけどね。
やっぱ強すぎるね、人とね、戦ってるとね、すごいね、精神的にね 削られるんですよね、メンタルが。同じぐらいの人とね、なんとかね、頑張っていけたんですけどね。そう思っております、孝太郎です。思っておりますっていう手もあれなんですけどね。もう人来ないかな、舞さんもいなくなっちゃったかな。人が来ないですね。まあ今日はこの辺で終わろうかな。じゃあ一回だけ抜けて入るっていうのをするとマッチングしやすいっていうね、噂があるんで、本当かよって思うんですけど、いいですね。今日はこの辺で終わりたいと思います。どうも朝からありがとうございました。